ロジェル・マルティ・サルバドールは、スペイン・バレンシア州バレンシア県トレント出身のプロサッカー選手。プリメーラ・ディビシオンのレバンテ・ UD に所属している。ポジションは FW。地元のバレンシア CF のカンテラに入団後、2009年に B チームに当たるバレンシア CF、メスタージャに昇格。しかし、トップチームに昇格することはできず、2011年で契約満了で退団。 2011年7月11日、同じバレンシアに本拠地を送ればンテ UD と契約し、テルセラディビシオン所属の B チームに配属。12月21日のコパデルレーのデポルティーボラ、コルーニャ戦でトップチームデビュー。翌2012年1月15日のアスレティックビルバオ戦で念願のラリーがデビューを果たすも、トップチームに定着できないシーズンが続いた。 2013から14シーズンから2シーズンは、レアルサラゴサ、レアルバリアドリードなどで、ローン遺跡でプレー。2015から16シーズンは、2016年1月から、再びレアルバリアドリードに移籍し、19試合8得点を記録。2016から17シーズンに、再びレバンテに復帰し、セグンダディビシオン37試合22ゴールを記録し、2部リーグ得点王に、 輝き、一年でのラリーが復帰に導く。しかし、2017から18シーズンは、膝の負傷で出遅れ、17試合3ゴールに止まった。2018から19シーズン開幕戦となった、2018年8月17日の、レアルベティス戦では、先制ゴールを決め、敵チエスタデオ・ベニート・ビジャマリンで3から0の、開幕戦勝利に導く。10月20日のレアルマドリード戦では、 この日、チーム2点目となる PK に決め、敵地サンティアゴベルナベウでの2から1の勝利に貢献した。ありがとうございます。